脱炭素に向けて自動車の電動化対応が求められる中、トヨタ自動車とマツダ、スバルの三社が共同で説明会を開き、エンジンの開発を継続することの必要性を訴えました。三社のラしさを生かしてマルチパスウェイにおけるエンジンの可能性を追求してまいります。トヨタは新たなエンジンの開発を進めると発表しました。 プラグインハイブリッド車などの電動車に搭載できるよう小型化を進めますマツダは独自技術を持つロータリーエンジンの開発を続ける方針を強調しスバルは開発中のハイブリッドシステムを公開しました公式の場で3社で将来を見据えて自動車産業の 国際競争力をこのように高めていきたいですねというお話をさせていただくことで今後のサポーターさんとの対話にとって非常に重要なメッセージになるんじゃないかというふうに考えております。